第5期本因坊戦は、第4期本因坊戦終了後の1948年1月に開始され、1950年3月から行われた、岩本君は本因坊と挑戦者、橋本宇太郎による7番勝負で、橋本が4勝0敗で2度目の本因坊位を獲得した。この第5期から、予選トーナメントを経て、挑戦者決定リーグ。 挑戦手合七番勝負へ進むという、その後の本因坊戦の仕組みが定着し、また掲載誌の毎日新聞では七番勝負の、感染期を作家が執筆するのが慣例となった。また、橋本の本因坊獲得は、その後の関西起因独立の大きな後押しとなった。高橋茂幸梶原武雄、鈴木の明坂井通音が勝ち抜き。林雄太郎、 長谷川明、高川角、鈴木則明が勝ち抜き、藤沢倉之助九段、北に実る八段、橋本宇太郎八段の三名に、予選勝ち抜き者四名を加えた七名によるリーグ戦が行われた。前年に九段に上った藤沢倉之助に十番号を申し込んでいた橋本は、その藤沢に、千番で勝ち、高川に一敗して五勝一敗で挑戦者となった。 1> 第一二曲は、日本棋院。第三予曲は、大阪の関西棋院で行われ、挑戦者の橋本宇太郎が四連勝し、第三期に、岩本に奪われた本因坊を奪還した。観戦期は,第局は、第一曲は、日野足平。第三予曲は、兄弟の貝塚主劇、高坂正明が執筆した。この後、 7月に毎日新聞社主催で、橋本新本因坊と、5制限による3番号が打たれ、5が3連勝した。並行して、呉と橋本の10番号も読売新聞で開始された。また、この第5期、本因坊の周意式において、日本金理事長、津島敏一が、これまでに一期2年だったのを、時期から一期1年とすると発言し、 これを橋本が了解していなかったために、関西騎員は激しく反発し、日本騎員からの独立を決定的なものにした。布石で黒は5の点に飛びたいが、そうすれば白に右辺に開かれる。そこで黒1に様子を見たのが、橋本らしい再起ふれる手で、さらに黒3まで打って5に打ち、白は6に手を戻さざるを得ず、黒は右辺7の爪に回った。 続いて、黒は右下17、19と稼ぎ、白が厚くなると左下黒21と守った。しかしこの21は、不及の手で、右辺 A などと打っていれば、黒が相当であった。白40から激しい戦いになるが、左辺の白のしのぎの手順で、ミスが出て、黒が優勢となる。最後は、中央の白の大石が死に、209手まで、黒中央しがちして、 橋本は面目を保った。七番勝負で、貝塚茂カ主坂正明は、熱心に観戦し、コ坂は岩本が苦言する姿を見て、寄付になってしまえば対局中の深刻な趣向きは、ほとんど失われる。対局中はて手一手が、危機の突破であり創造であり、問題的な未来であるのに、寄付では、それが解決された過去になり、 確定された脅威に変ずるからである。ベルグソンの言う通り時間は生の飛躍であり、過去になった時間はもはや時間ではない。実際の切発もあった間は、寄付では伺いがたい。と感染期で書いて読者に感銘を与えた。また、毎日新聞以後欄の寄付は、従来盤面の上と横に、色葉、和数字が記されていたが、この1950年から、洋数字に変わった。 ありがとうございます。